はい、えー、私はね、Facebook を情報源として使うことが多いんですけども、どうもね、うん、偏った見方なのかなどうも、学校で先生が生徒さんに起こす性犯罪がね、随分増えてきたような気がするんですよ。これはたまたま記者さんが取り上げまくってるからなのか、それとも全体数が増えてくるのか、うん、なんかね、気持ちの悪いもの感じます。まあ今ね、性犯罪が起きる 2つの大きな場所っていうのが学校と家庭になってるんじゃないかなと思うんですよねこれ数年前から特に学校っていうのはうんそれが起きうるところかなと、うん、どうなってるんですかねなんかここでもね書いてますけどわいせつ処分でわいせつ行為で処分される教員が増えていると立場を利用し言葉巧みに言いよりその言動で児童や生徒の 心と体に深い傷を負わせると書いてますけども確かに学校の先生ってとりあえずはねあの生徒さんから信頼される立場であり指示や教育をする立場ですから、うん、生徒さんから見るとねあの教育を受けてるのか指示されてるのかそれとも個人的な性癖なのかって見分けにくいんですよねしかも立場が弱かったり学校ってのは基本的に事件を隠蔽する事実体質を持ってますからね学校の中でいじめがあっても いいじめはなかったんだというねそんなことになったりとかあ学校で問題があってそれを保護者の方がいろいろと指摘してもご指摘は当たらないとかね言い放ったりとかするまるでね、まあ、あの国会の答弁みたいな感じですけども、まあ、ひどい環境ななんんだなとは思うんですよあの、まあ、学校ってなんか熱血感あふれる先生がある程度のモラルを敷いていたのかなと思いますし今ではどうなんですかね。あの頑張っってらっしゃる先生が ほとんどだと思うんですけども、もまあ、そういった方があのー、こういったね。性犯罪を中心とする。おかしな行動をする人を止めてないっていう意味では、まあ、いじめを見て見にふりする共犯者と言えなくもないのかなと思うんですよ。最初はね。先生になる方、教員を目指す方ってそういった動機ではなくってね。うん、やっぱり純粋な思いが多かったと思うんですよ。まあ、中にはね。中にはですよ。やっぱりそう。不埒な思いではなくって学校の先生をしていて。 えちょっとね、女子生徒さんから人気があってで、まあ、恋愛になるっていうのがあったりとかそれを期待しないでもないとは思うんですけどもただ今回の件は全然違って性犯罪ですからねでしかもそれがすごく多いと。で、えー、こう被害を受けた女子生徒の方ねうんあの本当にね言い出せなかったりとかね、うん、やっぱりなんかその女の子の気持ちになると自分が先生からね 性的ななんか恥ずかしもを受けたってことを他の人もバレたくないですよね百万円払うから誰にも言わないでとかいう先生もいるんですかこれちょっと見てくださいね大阪府の中学2年生の女子生徒14歳は20年3月ですから去年ですね小学校時代の担任教員による強制外出事件で被害者参加制度を利用して意見を述べたとこれも勇気のいることですよ 被告の教員は小学校6年生の担任で授業が抜群にうまかった卒業式では人の気持ちに寄り添える先生のような人になりたいと話そうと信頼していたと LINE を交換し中学進学後も小学校に呼び出され勉強したノートにアドバイスをもらうことが続き数ヶ月後には教員から告白をされたとしばらくすると自宅に送り届ける際の車内なので体をさらわれ キスをされるようになり逃げると怒ったり力づくで体をつまれたり数ヶ月後もう会わないと告げるとラインにはメッセージ消してプリから返してなどのメッセージが届いたとああ、なるほどね素敵な先生だった頃は面白い授業うん将来は興味目指すいろんな、ね、生徒さんのねそういった生活感を壊して、ね、家庭を壊してしまいますよね場合によってはこの女子生徒の方っていうのは あの中学の頃とかねまあ、小学校もそうですけども高校の頃に受けた傷が将来の恋愛観に影響したりするんですよね私の聞いたところによるとあの付き合ってる彼氏とねまあ、いろんなことがあると思いますけどそのたんびにこの頃のことを思い出して取り乱してしまうんで、えー、まあ、なかなかね上手に付き合えなくなってしまったっていうふなそんな形の子もいるんですよね。なんか気のの毒ですよねあの 加害した男性職員っていうのはすぐ忘れるんでしょうけども思い出の一つとしてね時にはね昔こんなことがあったよってね酒の席でね自分の自慢話みたいに語ることがあるみたいですけどもこれ被害を受けた女子生徒からするとね、あのー、当時14歳であっても二十歳になっても30歳になっても場合によっては4050になってもずっとその傷がですね人生を左右してしまうってことになるわけなんですよね。うんちょっとね学校の先生がももしし聞いていいててたら、あのー、考えて欲しいんですけど自自分自身は そういういいいことはないとな思いますけども周りの人がねもしね周りの教員がやってたら立ちはだかって止めていただきたいですし自分の学校以外にこういう話があったらやっぱりねうん何がしかの生徒さんを守るためのアクションを起こしてもらえたらいいなと思うんですよ。まあ私の言えた義理ではないんですけどもね、うん、ちょっとねニュースがあまりにもうーん多くないですかっていうことですね今回そんな感じで動画をお届けしました。